雪が降ったんです。栃木県では結構しっかり雪が積もったんですよね。あの地元の方もですね、5月にここまで降るのは珍しいというふうにおっしゃっていました。今日の寒さをもたらした寒気の影響で明日は不安定になるところがありそうです。それが東日本と北日本です。朝からそうですね、お昼過ぎぐらいにかけて晴れていたとしても急な雨や雷雨がところどころでありそうです。北海道は午後から雨が降りやすいでしょう。最低気温1桁のところが多いんですよね、やはり朝晩はまだ寒いです。ところが関東明日の昼間20度くらいまで上がりますので、まあ、今日に比べるとかなり落ち込んでくるのではないでしょうか。さてこちらは5月に入ってからの東京の最高気温です。はい、あのゴールデンウィークは本当に夏のように暑くて溶けてしまうぐらいだったんですけれ